平和台どうぞ、平和台です。40キロ、はい、2時間2分30秒40キロ2時間2分30秒、はい、中尾さんのおっしゃるように8分台が相当厳しいかというところで残りのこれはスピードになりましたね。はい、すでに平和台通りに入ってきました。もうすでに 40.7 キロ、40キロを2時間2分30秒で通過しました。イタンがその後ろに瀬古、もう優勝はこの2人に絞られてきました。ちょうど今昭和通りとの交差点に向かいました。落ち葉が足元に舞います。師走のこの福岡の街を駆け抜けてきましたイタンがと瀬古。これは100メーター、残り100メーターの勝負という、まあ、予想通りの中村監督の話の通りの平和台との決着になるか。平和台通りをあっという間に駆け抜けました。前方に野球場の照明塔が見えてきました。カーブを切ります。いよいよ堀端の通りにかかってきました。イタンガと瀬古の争いになりました。金沢で遅れました。東京大遅れました。ただいま41キロを通過しました。平和台陸上競技場が目前に迫ってきました。やはりこのペースですと2時間9分台、9分を切るかもう分かりませんね。最後のスパートによりますとですね、はい、あるいは8分台の可能性も残しますが世界最高の更新は難しくなりました。そうですね、そうですね、はい、はい、さあここでまだ依然としてイカンが先頭、終始スタートから先頭のイカンが集団の後方におりました。瀬古あと2キロの地点、 40キロを過ぎたところから第2位に上がってきました。イカンがと瀬古の争いになりました。堀端の通りを走ります。柳の並木が迎えます。あと 1000m にかかりました。依然間が先頭、その後ろに瀬古、そしてサラザールと総兄弟はずっと遅れました。もう 100m 近い差がついております。いよいよ平和台陸上競技場の中での優勝争いになりそうです。タンザニア、アフリカの星、イカンガ、そしてまた足の故障、負傷、不調になりましたが瀬古、その瀬古とイカンガの争いになりまして、まもなく平和台陸上競技場の大手門にかかるところまでやってまいりました。発色の肌、タンザニアのイカンガ、真っ赤なユニフォーム、日本のエースの瀬古、あと 750m、平和台陸上競技場の大手門の坂にかかりました。イカンガと瀬古の争いは平和台陸上競技場に持ち越されそうです。この坂道を上がっていきます。もうあと 720m、 700m にかかろうとしております。花火が打ち上がります。今東京大が行きました、金沢が行きました、東京大が行きました。それでは平和大どうぞ。競技場のトラックの上の勝負になりそうです。坂を上がります。2時間6分55秒からまもなく2時間7分になろうとします。激しい戦いでした。走り抜いた40キロ以上、厳しい戦いであります。全く不死身でありました瀬古俊彦、さすがに日本のナンバーワン、並んでマラソンゲートにまもなく入ろうとします。空は快晴、わずかに冷たい風を受けながら走り抜いてきました2人のスピードランナー。さあマラソンゲートにやってきた観衆が旗を振ります。ここでスパート、2人がスパート入ってきた。瀬古はついています。イタンガ瀬古、タンザニアと日本2人の争いになりました。トラックの上に行きます。あと残りは 500m、 ゴールまでは 500m になりました。さあスプリントではどちらが勝つか、タイムはどうか、2時間8分台を記録するか。不死身の瀬古、負傷しながら立ち直りました。見事な日常の努力が身を結ぼうとしております。残りあと 400m に変わりました。最後のスプリントの勝負になりました。終始トップを切りました。このアフリカのタンザニアのイタンガ先頭、これを追って瀬古第3位に層が上がっています。層兄弟が3位4位に上がっています。世界最高記録のサラダーが遅れました。さあイカンが先頭、その差はわずかに1メーター、残り300メーターになりました。マラソン史上まれに見る大激戦であります。デッドヒート、伊藤が今やってきました。第6位です。その差は依然として1メーター。どこで瀬古はスパートするか。イカンが相変わらず161センチ伸ばせながら大きなストライドで逃げ切ろうとしております。その差は1メーター。あと残りは200メーターになりました。イカンガか、あるいは瀬古か。イカンガか、瀬古か。その差は1メーター。あとゴールまでは180メーターに変わりました。小型ながら大きなストライドのイカンガ、スピードは変わっていません。観衆の内を振ります小型、そして歓声が上がった。ゴールまでいよいよ100メーター。瀬古はどうか。瀬古はスパート。瀬古スパート。強い。瀬古強い。5メーターから6メーター、すごい強い、日本のすごい強い、余裕を見せました。不死身の瀬古、復活であります。ゴール前の40メーター、そしてそこは30メーター、強かった。2時間8分48秒から50秒、9分を切った。ゴールイン、瀬古優勝、オリンピック当確であります。瀬古俊彦、2時間8分51秒、鮮やかな勝利。タンザニアの終始トップを切ったイカンガを引きました。
そして第3位には曽茂が上がってきました。曽茂が上がってきました。曽茂が第3位で合輪、見事な最後の粘り。弟の曽隆がやってきました。そして今第4位に入ります。兄弟揃って3位4位で合輪。続いて世界最高記録保持者ゼッケン1番、アメリカのサラザール、すっかり疲れましたが第5位で合輪。